さあ、ということで、オンラインと日本、火曜、土曜は変わらず、月曜日の新パーソナリティに歌手のアドさんが担当んてました。アド,アドさんでした。復帰ならず。復帰ならず。日本放送も信じないの幕開けだいいですね。うまいこと言います。アドだ <laughs>、えー、アドさんからですね、コメントが届いているということで、こちらをご覧ください。皆さん、はじめまして、アドです。 この度私アドが4月から月曜日の「オールナイトニッポン」を担当することとなりました。いやはやいやはやという話ですがちなみに「オールナイトニッポン」は昨年1月「オールナイトニッポン0」を1度そして昨年9月の「オールナイトニッポンミュージックウィーク」の時に「オールナイトニッポン」の一部を1度の合わせて2回特番として パーソナリティを担当させていただいたただことがありますやっぱり初めて「オールナイトニッポン」さんに出演させていただくってなった時はもうめちゃくちゃ緊張していて当時聞いてくださっていた皆さんもわかるかと思いますがもうめちゃくちゃな早口でも何言ってるかわかんないみたいな <laughs> あの話が多かったと思いますしかといってじゃあ2回目はどうなのかい。 成長してるんかいという話にもなるかもしれませんが、その時もその時で、まあなんか、別に成長という成長はしていませんでしたが、あの、2回目の時はもう大好きな回転寿司、大好きな回転寿司。<laughs> 2回目はもうメタバース寿司、メタバース回転寿司屋さんの話でめちゃくちゃ盛り上がった記憶があったり、あとはもうね、リスナーの皆さんから接待感想メールをね、いただいたりね、あの時はね、どうも。 あの時はどう思って感じなんですけれどもいやすごい楽しかった思い出がたくさんあるのでいやこうして改めて担当させていただけることはも,うものすごく嬉しく思います。ということで4月からは毎週のレギュラー放送をさせていただきますがいや,やっぱりゲストさんを招いてお話しするっていうのもやってみたいですし。 でもやっぱりリスナーさんのお便りをたくさん読んで私がゲラゲラ笑いたいっていうえ家でやるよ <laughs> なんかなんかでもそういった楽しいことをたくさんやっていきたいなと思っておりますそんなアドのオールナイトニッポン初回は4月3日月曜日深夜1時から放送開始ですぜひとも皆さんお聞きいただければと思いますアドでしたさよならなるほどいいよ やっっぱちょっとイメージがねい違いますもんねそうですよね、うん、めちゃめちゃしゃべるんでめちゃくちゃし,ゃ <laughs> しかも二十歳でねあんな一人しゃべりがすごいですね,、えーうん、ねうまいっていうのはなかなかですねすごいね、うん、改めてですか新番組「アドのオールナイトニッポン」初回、うん、放送4月の3日月曜日からスタートです